おととし7月、熱海市伊豆山で起きた土石流災害では、災害関連死を含めて27人が死亡し、太田和子さんが行方不明となっていました。警察は、土砂が流れた斜面の捜索を終えた後、逢初川の河口や伊豆山港などに堆積した土砂を集めて、手がかりを探す作業を続けてきました。そして先月18日、土砂をふるいにかけていた隊員が長さ15センチほどの骨を見つけました。骨は人の腕と確認され、警察の科学捜査研究所で太田さんの親族の DNA 型と照合した結果、太田和子さんのものと確認されたということです。警察は県外の部隊と合わせ、発生からこれまでの1年7ヶ月に延べ2万4千人を投入し、捜索を続けてきました。自身も被災者で、日頃も付き合いのあった太田茂さんは、複雑な胸の内を明かしてくれました。ね、ご家族の方も本当はこう体を抱きしめたいとかしたかったと思うんですけどもね、本当残念な結果ですけども、よかったというか、まあ、本当もう なんつったいいんだか分かんないですけど。また地元の消防団として最初に救助活動に当たっていた男性は、自分が一番最初に救助に当たってて、でまあ、ずっと行方不明で心残りの部分はすごいあって、できることならね、すべてね、発見してもらいたいっていうのがやっぱ、最終的な望みなのかなって。また熱海市長は、ここにですね、まあ、警察発表があったんですけども、これからですね、ご家族のもとに帰ることができるというふうに思います。ご家族のご遺族の皆様には、お悔やみと、あとはお見舞いとお悔やみを申し上げたいと思います。はい、改めてお伝えします。発生当初、警察や消防、自衛隊によって土砂が流れた斜面で懸命の捜索が続けられ、26人の死亡が確認されてきました。もう一人は避難後の災害関連死です。そしてただ一人、太田和子さんが行方不明のままでした。斜面の捜索後、警察は川や港に堆積した土砂を集めてふるいにかける作業を続けてきました。去年6月に太田和子さんの病院の診察券が発見され、1月18日に骨が見つかりました。